はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。じゃあ、受け駒はね、いろいろ入れ替えつつ、まあ、いろいろ試したいなっていうところなんですけど、この相手に対してはどうしようかな。多分、ダイナポリッツ無道とかしか投げれないかなぁ。ヌオ、まあ、ヌオ絡めた方がいいか。ダイナヌオ、ポリッツとかかな。ダイナから入って、ヌオをポリッツって置いて、まあ、ガブがちょっと怪しいけど。まあ、そんな感じかな。無限ダイナがね、雑誌に対して打点が1ミリもないっていう、まずすぎる問題があるので、ここ相手スケールショットでしょ？ヌオを引いて、ちょっとたくさん当たるとさ、ダイマ絡めて殺されちゃうんだけど、ちょっと少ない回数で止まってくんないっすかね。あ、剣舞は全然いい。いや、でも剣舞させるの押せないな。ダイマックスを考えると。相手視点は。まあ、ここが崩壊すると負けなんだけど。で、ダイナがザシャンに打点持ってないから、ヌオいないのは結構やばくて。ザシャンチェックまた忘れたな。もう3シーズン目なのにザシャンチェック毎回忘れとる。で、ザマゼンタはさ、この世界に存在しないじゃん。ゼレネアスチェックもあるんだけど、ゼレネアスもあんま当たんないからな、最近。ヌオ引きから、まあ、スケールショットだよね。ちょっと少なめで止まってくんないかな。まあ、3回、ちょっとおかしいな。ちょっとおかしいな。ちょっとおかしいな。エアームドがいないせいで、ちょっと変なことになったなぁ。これ相手がね、気づいてると、ここ大ドラグン撃つんだけど。ダイアースか。地震は耐えないか？さすがに、ここちなみに、ダイマ切られてたら僕負けてたんだけど、普通に。ああ、まあ、ポリ2でギリ、切り返せなくはないか。ただ、ダイマックス使うことになっちゃうの結構渋くて、再生連打しかできないんだけど、これで相手気づいてもおかしくないんだよな。ダイアース押せばいいってことに。やめてくんね。ここでダイマックスの存在に気づくのちょっと、待ってほしいんだけど。ちょっとお願いできないですかね。ちょっと気づくのはまだ早いんじゃないかな。気づいてしまったね。ちょっとなーが、ねー、無道投げてる余裕がさ、なかったんじゃないの？いやー、ザシアンのワイボ考えるとさすがに、完璧に見れないちょっと無理があるね。ダイナで最後一回殴られながら殴ればいいかっていう。ルートが取れないから耐えない。ちょっと耐えたけど間に合ったね。さっきダイマ切られたら多分やばかったんだけど、こうやったら間に合う雰囲気があるから再生連打でいいかな。意外とこんなもんか。まあ弾とかあと絶対死ぬんだけど、俺ヌオから入んなきゃダメだったか。弾考えるとこの動き成立しないわけだから。相手困ってない？ドラグーン。これも耐えるっしょ？なんか余裕になったんだけど、急に。こんななんかお互いにさ、願望でやるポケモン悲しくないか？なんか僕は、あー、死んじゃうな、耐えないかなとか言っててさ、やってるしか。ガブリアスをそもそもヌオで受ける動きはあんまり想定してないから、このダメ系をそんな、してないんだけど、ちょっとダメ系今するか。こう試合中にこうやってダメ系をして、自分の知識を増やしていくと。多分だけど、ちょっと耐久振ってんのかな。ヌオーに対して。乱数でギリ飛ばないのか。これヌオー残飯持ったらさ、ガブ完封できるくない？なんか、来シーズンに向けてちょっとなんか、あれだな、いろいろ、いい考えが浮かんでるね。
な、禁電ルールが今月は終わりだから、そうなるとまたガブリアスがエアームで浮かんないっていう苦しい問題が起きるんだけど、禁電環境でザシアン受けのためにヌオを無理やり使った感じね、結構悪くないんだよね。ゲロゲー、ここがちょっとまずいかな。毒があるかないかでちょっと話変わってくるけど、毒あるとうざいけど、まあ結び読みで一回ダイナ引きたいな。自信は耐えるからダイナ引きでいいかな。毒があるかないか見ないと、ポリツで毒もらうのちょっとまずくて、だまだザシアンを見てない、いるかいないか。まあさすがにいるんじゃないかな、禁電なんだかんだ強いし。何打ってくる？ここちなみに草むすみなんだったらこっちドラグーン、ドラグーンで、あーまあ自信か、結構削れちゃう。弾か、150ぐらい入ってるでしょ。ここ多分再生で雑誌案先に見よう。雑誌案がいない、ウーラオス考えると無限ダイナが削れてんのはまずい。ポリッツ HD なんだけど、多分いけると思うんだけど、まあ、サンダーとか考えると、いやーでもあれだな、ダイマもうないからだいぶこっち余裕ある気するな。スイスイ地震連打受かるっしょ。ああダイマないんだったらいけるね。でウーラオス出てくんのが鬱陶しいけど、裏でもウーラオスさんだったらあれか、ダイナで一貫作れるかな。インファでポリッツ死ぬにしても強打打たれ、強打だったらポリッツ殴り返せるでしょ。インファだったらポリッツ死んでダイナで身代わり残しに行けるから、あーでもガブがうざいか。ゲロゲー結び打ってこないけど、もしかして結びない、なんか変な技持ってた。余裕、しかしこれは余裕で、でこれ多分さすがにダイマックスの圏内だから、この辺まで来ればで雨になることもないから、ゲロゲーはそんなに恐れなくていいかな。ウーラオス裏にいそうだからね、放電とかかましたいけど、再生連打でいいかな。ただ弾でゲロゲ死んでくれるよな、これでグダグダいくか。ポリツ意外とやれるんじゃないかな。禁電が浮かんないんだけど、火力がバカすぎて。だそれでもね、トレースでヒードラに投げたいなと思ってあれしてるんだけど、まあ結局バンギとか投げるんだったら、まあ、ここ、とりあえずヒットメインと確保でき、あ、まあ再生でいいか、まだ。アックブレー。ラスト結びでしょ、これさすがに。技構成。マジでこのゲロゲー、突っ張ってくるな。次、イカ様打つか。で、ガブはそもそもポリッツで多分このまま押し込めるから。あ、ポリッツ残した方がいいか、だから。まあ、イカ様でよくて。なんかここらで引きそうな気もするけど、ここまでずっと悩まずにポンポンさ対面で通る技をして殴ってきてんのに、ここであれってことあるかな。悩んでるけど、相手のポリツが裏サンダーとかだったらポリツーがそもそも突破できない話があるな。無限ダイナどっかで投げたいけど、暴風に投げると死んじゃうのはまずい。これで次再生でいいかな。イカサマで多分ギリ耐えるぐらいでしょ。ゲロゲ、はいはいはい、これで再生でいい。でまあ弾で死ぬか裏投げてくるかなんだけど、まあ、TOD 多分ゲロゲこんだけ削ってんのが結構でかいから、再生しとけば多分速度をこうみたいなことはなくて、ゲロゲ捨てるかどうかとか多分悩んでるんだろうけど、残してきた。ガブは平気で、あー勝ったね。サンダーならもう負けないわ。プレッシャーの方を、技構成見てからだな。できればこいつは毒を絡めて処理したい。とりあえず霊媚かな。タラップだっ
ったら火力ないから、ああまあ暴風打つよね、さすがに。弾じゃないでしょ。弱砲ちょっとやめてほしいかな。でかっ、すごいの引いた。これレイビレンダで殺しに行った方がいい。ああ、まあ、溶けること溶けて跳ねされるのうざいから、ダイマ切ることはなくて。これで次ダイマでいいか。あ、落ちるならいい。ポリッツ意外といけるんじゃね？まあ、相手が禁電投げてないからっていうのはあるけど。ポリッツもっと使うべきやったかな、禁電いないシーズン。な、普通に強えよな。HD なのにさ、物理のゲロゲがなんとかなってるって言って、これ相手ポリッツで、そもそも割と積んでた話があるね。あー、大アイスでいいね。多分取れんじゃない？で、裏ゲロゲーはまあもう誰でも殺せるから、いいでしょ？だからここ打ち勝てばいいんだけど、いや、タスキ持ってても、あられと合わせていけるから、願望プレイが通ったわ、めちゃくちゃ。願望、もう願望プレイ、ほんとやな。僕が願望プレイするのほんとやな。悲しくなってくる。ねえ、それさっき外してくれ。まあいいけども、もう勝ったから。レイビー氷も引いて、相手からしたらスキルショット外してさ、レイビーで凍っても散々だけどな。まあ言うてでもこっちね、レイビーで相手に羽を強要して、そこで、ダイナ引くっていう動きをどっかで多分取れると思うから、ダイナが着地すると再生でも勝ちだと思うんだよね。おそらく。オッケーオッケー。ポリツ意外と刺さったな。なんか、バンギとハピの枠っていうか、その、受け役割対象を微妙にポリツに分散したかったんだけど、まあまあいいかもしれないわ。これは勝ちです。1試合結構かかったから、これで終わります。お疲れ様でした。また、次回動画で。